沼津市立第三中学校は静岡県沼津市にある公立中学校。沼津市立第三小学校と沼津市立ぬき小学校の生徒が進学してくる。1980年代の最盛期には1学年10クラスまで膨れ上がった。現在では1学年4クラスと少子高齢化の影響を受けている。秋に行われる 文化祭と体育祭は、潮風祭りという名称で行われる。文化祭は合唱コンクール、水部の演奏などとても盛り上がる。体育祭は、各学年、各クラスの色で分かれて勝負する。山の麓に立地しており、学校施設の一部は半ば山に登りかけて建てられている。戦時中には、海軍の研究施設だった場所であり、裏山の奥深くには、 当時の研究用プール跡が残っている。スクールカラーであるエンジン色のジャージは伝統的に赤タイと呼ばれている。基本的には冬のみの着用が許可されている。一時赤タイを紫色に変更する計画が立てられていたが、その時の生徒の猛反対により赤タイのままとなっている。2002年にチャックが半分のデザインになり、2006年度から完全に 旧式の赤体が廃止された。2008年度からは体育儀が全学年半袖のみとなる。2017年長袖の体育儀ができた。2年生の時に行う。とにかく登る山がきついらしく、毎年リタイアする生徒が出ている。ありがとうございます。